後編でございます。黄色いものしかない。やれたメンバーを紹介するぜ。ナンバーワンのやつ、ナンバーツー、おばあちゃん食べ物、ナンバースリー、おばあちゃん食べ物ババアです。違います。最近ロリババアって呼んでます。16歳です。そろそろロリババアになってくるんです。いいえ、16歳ですよ。いいえ、見た目の割に年いってるんでね、ロリババアって呼んでます。いってないです。何歳だっけ。16歳。記憶がないのかな、16歳からの。ん、16歳からの記憶がないのかな。16歳だよ。うん、そうなんだ。うん、そうだ。16歳の子の顔写真見せたのか。ん、16歳だよ。非常にブサイクだけどね。何言ってんの。16歳だよ。ん、何言ってんの。ん、16歳だよ。ミュージックビデオみたいな。おい、これはさ、ご要望の動画ですか。ご要望って何ですか。モカがご飯食べてる。違いますよ。あ、違うんですか。僕が無言でご飯食べて30分間ずっとなんか何もしないっていう動画は、うん、あなたが実家帰ったら撮ってください。僕がいる時は僕が喋るんでですね。ご勝手にってこと。なんかね、ファンの方からいただいたんですよね。まあ、いつもね、僕たちコメント欄読ませていただいてるんですけども、ツイッターリプレイとかでもですね、モカが無言でただご飯を30分食べるだけの動画が欲しいということでですね、こう処方されて、本当に見たいのかな、されていたようなんですね。まあ、どっかでシェアでその動画はね、開けようかと思っておりますよ。はい、暑いって、開けよ。ね、もう花粉無理だったら冷房つけて。花粉の割になってさ、なんか出てなくね、半分。うん、出てるよ。出てね。でも窓閉めてるから。俺の花粉のやばさ知らねえだろ。花粉症なんですよ。私さ、人と時期違うからさ、春とかは大丈夫なんだけどさ、こんぐらいの時にさ、こうやってブタクサ、なんなのかな。でも目かゆいしさ、くしゃみ出るし大変。なんだね、窓開けてくるんですこの人。開けないでって言ってるの。いや今日雨降ってるから絶対花粉ないはずよ。花粉です。寒っ。気持ちいいね、俺ら今日のご飯これ。お菓子食べな。いや、ご飯食べたいよ。ご飯食べたら眠たくなんだよね。食欲と睡眠欲と性欲のバランスって難しい。絶対最後の必要ないでしょ。いや、だって性欲のために人はさ、仕事するわけやん。俺だけ性欲のために仕事してるの、もしかして俺だけ。てか、なんで俺こんな貧乏くさい格好だろ。今日から顔出さない系 YouTuber なのかな俺。よくね、これ顔出さずにさ、あのプロデューサー A みたいな感じで。よくね。で、顔出し今日からやめようかな。ちょっと俺別にさ、前に出たくないんだよ。俺毎回言ってると思うんですけど、別に俺って出たくないんだよ。なのに過去動画の一番さ、あの一番最初の動画、あのイケメンですとか言って一人で喋る動画ってね、矛盾してるんですけど。サムギョプサル食べてたよね。やめろ。マジで僕別に前に出たいタイプじゃないよ、そんなに。俺が目指してるのはね、やっぱラノベの主人公だから。だからサムネとかもこう、俺のここまでの写真とか、そんなばっか。ラノベの主人公、ラノベの表紙とか大体そんな感じでしょ。俺ラノベ大好きやからさ。ラノベって何の略？ナイトノベル。ナイトのモデルって言うんですよ。あんま読んだことない。もう最近読まなくなっちゃったな、ラノベも。漫画のがさ、楽に読めちゃうからさ。なんか俺中高の時はすんげえラノベ読んでたんだけど、あんた読んだことないでしょって。ラノベ貸しても読まなかったと思う。最悪じゃない？なんか見たことあるよ。俺がやる貸してあげたのにさ、読まない。それあんまり。おい、読めよっつって。俺中学の頃さ、あの俺がいるっていうなんかライトノベルがあって、やはり俺の精神とか間違っているっていうね。それあんま面白くない。俺のバイブルをバカにすんなよ。バカなツボにはまんなかった。そう、あのね、ぼっちで中二病のやつがなんか、だからそれに影響受けたの。俺それに影響受けたらこんなことになっちゃったの。影響受けて、なんかそのそいつ、その主人公なんかイケメンなんだけど、なんか痛いみたいなやつで、なんかすごいぼっちみたいな感じで、なんかこうずっと猫背にしてたのね、そいつ。猫背で歩くみたいな、ちょっとなんかで、なんかこうちょっとクールみたいな。俺そこの性格は逆なんだけど、明るいさ、陽気な少年やから、それで真似して学校でいつもこうやって猫背でこうやって歩いて、なんかこうやって目つき悪くしてこうやってにらみ引かして歩いて、そう、マジで高校ぐらいは本当にそうだったね。そしたら友達いなくなった。かわいそう。そしたら友達いなくなった。何やあいつ、キモって。かわいそう。で、性格もちょっと真似してた。そんなことになっちゃった。
あこれあかんかんと思って大学デビューせなと思って馴染めなかった大学でも、やっぱねその本質人間の本質で陽と陰ってあると思うんで、もう心の底からこう明るい人と、うん、そのなんかネクラそうあの暗い陰陰でしょ陰、うん、でも多分ね陰キャの方が7割ぐらい人類7割ぐらいだと思ってて残りの3割がもう根っからの陽キャだと思うんだけどなんかさ俺うん俺なら何でもできるぜって思ってる人間になりたい私さこのどんだけ人に褒められても、うん、なんかさパッと動画上ではさ私はすごいさチャランポランだしさ、うん、チャランポランなんかめっちゃ明るそうじゃんいや実際そうですよいやそんなことないでも実際そうですよでもなんかさナイフに見えるもん、うん、で実そのなんていうのかななんかさ普通だったらさ YouTube で人気になって、うん、あれやりたいこれやりたいみたいな、うんたくさんのさ、めっちゃ明るい書いちゃったたくさんさ、夢持ってるじゃん、みんな、うんうん、私なんか、何やりたいって言ってもわかんないしさなんかさ、服作りたい例えばさ、うん、服作りたいって思うとするじゃん、うん、一瞬ね、うん、一瞬思ったとしてもでも、私になんか作れないよな、みたいな思っちゃうし、うん、ダンスの何かやりたいって思ってもそこまで上手くないしな、みたいな思って全部真っ白添えていくそのために俺がおるんやろだからなんかさ、うん、その自分なら何でもできるって思ってる人羨ましいなと羨ましいって最近すごい思ってるなんであんま自信ないんだろうね分かんないなんかあんま自分に自信ありそうだけどないんですよ自我がないからじゃない、うん、難しい強い自我持ってないからじゃない俺らのさ友達いるんだよめっちゃ自我強いやつそいつ見てて俺も羨ましいなもうなんか何でももう人の気持ちとか気にせずこうガツガツいけるタイプのやつがいるってさ、うんなんかそういうのがまあ社会的に成功するのかもしれんけどさそんなんなれないよねって話してるんですようん無理そうだからもうその顔はそういうやつは真逆みたいな悪い意味でもいい意味でもそういうやつはいるからどっちになるかはなんなかった自分を選択次第焼きそば食べてこうよ食べてくるの焼きそば屋さんに行くのかな行ってらっしゃい、うん、そんなとこまで行かんやば。だってさ、もう11月じゃん、うん、来月、今年終わっちゃうんだよ確かにやっぱさ、なんか思うんだけど、思うんですけど、あの4月で1年終わると思うの、なんかはいはいわかるはい4月まで迎えたらもう今年は終わりなのよなんかもう今年は終わったのよ早いね、終わったのうんワン4月の時点で終わってるからワンワン寒いあ、誰も来てんのこんにちはネアベクッキングのお時間でございます本日はですね、どのような商品を、作っていくかとタオルがないタオル持ってきなさいはい、よくね、ティッシュの繊維が手につきますよっていうことなんですけどタオル持ってきなさいって言ってるでしょ怖いよ怒ったらどこ撮ってんの怖いこの人怖いですねこの人さんにいただいたポポちゃんに似てますよ、ね、ポポちゃんとか言ってんじゃないよ人形のあの人形のポポちゃん3分後でしょでも3分経ったわちょっと時間測り忘れちゃったんですけどもえこういう時もそことダメじゃないですかニャビクッキングえなんで何がダメなの3分って書いてあるのに3分じゃないのダメだと思うんですいやもうしゃあないいつも俺キッチン測らないそこダメだと思うんですけど黙れじゃあ測ってくれ俺の感じあよいしょーそれ麺まで出ちゃうときないまぁ、ちょっと水気があるべえやねソープあのソープじゃないOh my gosh ソースとね絡まりますソースとスープが混ざってソープになってもうちょっとエロい人になってもできもいエロい人になってこれな俺な画期的とか言ってたやん開くからマジ画期的とか言ってあ誰これあの開いたりしまったりあの最初から言ってるのがいいっすわいや絶対にパカパカの方がいいよいやいや誰ってこれ自治体かざして僕ずっと開けっぱなしにしてますからねいや臭いのとか飛び散らないじゃんあそうだからまあその料理が終わったら閉められるってなるかもしれないうんそれ何今何かけたのこれソープですえこれソープこれなんだっけ名前バゴンそう焼きそばバゴンでございます
これ多分東京の人だよ。チューした今。チューした。チューしたの。自分の手にチューしたの。黙れ黙れ。で、振りかけを振りかけますと。でですね、バゴンのいいところはですね、なんとこれスープがついてるんですよ。ね、腕プルプルしてきた。早くね。ウルトラマンより持たんや。尿検査じゃん、もうそこに入れてしまったら。はい、じゃあね、できたので持っていきましょう。それではね、おててとおててのほう合わせていただきますと。いただきますと。人が待つと育てたやつさ、食べていくのやつ嫌い。うん、焼きそばやね。刺身食ってうまい、やっぱうまっ。おいしい。めっちゃ焼きそば。マジコロナになる6月7月ぐらい、俺らさ最近振り返って見てたんよ。動画投稿しなさすぎてマジビビった。やばい、あの期間引っ越しか。引っ越す前だね。マジでやばかった。まあストーカー被害に怯えたってもあるんだけど、なんか5月ぐらいにさ、あの虫眼鏡さんに会ってん。ああ、俺さそこでさ YouTube のなんかもう ゴールみたいな、うん、なんか勝手に達成感味わってたんだ俺、うん、なんかもう終わりみたいな。本当に俺あの会えたの本当に嬉しくて、あの場のあのなんだろう、その目の前にいるから言ってるとかそういうわけじゃなくて、うん、本当に東海を見て YouTube 始めたから。なんかね、元はといえばね、そのこの俺が最初やった YouTube もさ全然こんなカップルチャンネルみたいな感じじゃなかったから、全然違う感じだったからなんかあれなんだけど、本当に元はといえば東海オンエアのもうそれで見て始めたから、動画見てなんか勝手に達成感味わってた。なんかもう YouTube のゴールみたいな、うん、100万人に近いゴールをなんか勝手に味わってて、燃え尽き症候群みたいなやつだね多分俺の中で。まあそこから無事復活いたしましてね、よく考えたら俺の目標は100万人やんと思って、その頃の中も動画撮ってたんだけど、編集が俺だからさ、うん、編集俺がしなきゃ動画出せないんよ。確かに1ヶ月ぐらい撮んなかった時あったよね、溜まってて。もう編集はね、マジでやっぱめっちゃ時間かかるしめっちゃ大変だから、本当にやる気が出ないとできない、やっぱこなせないから。 YouTuber ってこうじゃあオフィス行ってさ仕事しますみたいな職業じゃないからさ、いつでも仕事できちゃうけどいつでも仕事できなくしちゃうみたいなこともできちゃうから。仕事じゃないけどね、俺あんまり仕事感 YouTube に関して言いたかんけど、こうなんか最近 YouTube ではなんか YouTube 仕事っていうなんか風潮はあるからなんか仕事って言ってるけど、俺あんまね仕事感感じない、普通に趣味してるみたいな。うん、まあだからね、30万人も来たんけどね。32万人すごいね、刻んでいくね。32万人。でも全然今の方が忙しいはずなのにね、当時の方が上げてなかったんだね。何やってたんだろうね、お互い全然思い出せないけど。思い出せないってことはそれぐらいってことなんやけど。7月 ?6 月 ?5、6じゃない、まあ、6、7やね、だから。あ、でも6、何してたんの6は、うん、ライブ、ちょっと大きいライブがあったから、うん、ただそれに明け暮れてたの、なんかで、多分1週間ぐらい宮城にいたはず、うん、6は。まあそうだ、長いこと宮城いたね。もっといたわ。あ、そうなんですよ、なんか6ちょっと大きいライブがあって、私もなんかそれがもう達成してから何を目標に生きていけばいいのか急に分かんなくなって毎晩泣いてた。毎晩泣いて、ね、なんかね目標がなくなったんですよ途端に。で次いつライブできるか分かんないみたいな、目標が終わった感がお互いに訪れてたんだね。そうだね、よく考えたら。なんかさ普通だったらさ次のさ目標があるからさそれまでじゃあ頑張ろうみたいな思えるんだけどさ、次のライブとかもまだ全然決まってなかったからさ、私はいつ次ライブできるんだろうみたいな陥ってしまって、あれライブできない人生って生きてる価値あんのかなみたいな、どんどんそういうふうにこうマイナスになっちゃった。いいね、そのアイドルの活動が人生の軸って。うん、楽しいからね。もうそれもね、やっぱ応援してくれるファンありきのアイドルですから素晴らしいですよ、お互いに。うん、暴れんといて。アバランチ
黙れ。今見てるドラマおもろい。おもろい。エロいやつ。うん、全然。この人エロいドラマとか見るんですよ。なんかさ聞こえてくるドラマかな。えぇ、ー、と思ったら編集の時さ後ろ引かれちゃう。何のドラマ見てんのみたいな。あの、来世ではちゃんとしますっていうドラマ面白いんだよ。うん、それちょっとエッチなんですよ。面白い。もうドラマとか見ないわ。あ、アニメしかね。そういえば最近オレイモ見てたよね。何オレイモって。うん、オレイモとはこんなに買い分けがないみたいな。あ、見てたよ。おもなかった。うん、何うん、アキバ系の人が好きそうだね。え、俺めっちゃ好きやったけど、これ。うん、俺アキバ系じゃないけど、俺渋谷系、俺渋谷系男子、バリピ。どっちかっていうと、なんか滋賀系男子やね。琵琶湖？琵琶湖系男子。うん、琵琶湖で生まれてんの。もう本当に琵琶湖の隣で生まれてる。琵琶湖ってネッシーいんの？うん、いるわけねえだろ。琵琶湖はいいよ。湖っていいよね。しょっぱくないし。海とかさ、うん、もう長いこと言ってないけどさ、海の嫌なとこってさ、砂浜。なんで？足汚れるやん。うん、めっちゃあれ本当に嫌だ。洗えばいいね。さあ、洗う水も汚いじゃん、あれ。え、楽しくない？僕海大好きだけど。マジか。うん、やっぱ合わないんだね。なんか子供が好きそうなとこ全部好きだから決めてくる。おせちくとかな。うん、海大好き。海大好き。うんね、なんか一番最後に海行った時に、いつだか覚えてないけど、なんかあのさ、ここ以上行っちゃいけませんよみたいなのあるじゃん、毎回。それのギリギリまで行ってみたくなって、泳げるし行ったんだよ。行ったらさ、なんかさ、めっちゃ深くて、もう絶対足つかないんだけど、そのギリギリのところにさ、岩がたくさんあってさ、で見えない岩が水の中にあって、膝すって血入れた。で、あの救急隊みたいな人に絆創膏買ってもらった。痛かった。なんだエピソード。一回気をつけた方がいい。うん、だから海行かないって俺。パリピじゃないから。あ、パリピってことか、向か。そう、向かパリピって。向か海大好き。向かだって若い時のパリピやったもん。今もパリピで。小学生でパリピやったけど。小学生でパリピやばくない？パリピやったよ。うん、あ、小学生ボスだから。ボスベイビーやろ。あーっていう感じのですね、食事会でした。合わせて今日のご飯代は、視聴者の方にいただいたこれファタートでしょ。200円ぐらい。100円？これ50円、100円ぐらい。これ50円ぐらい。安っ。合わせて250円のね、いるご飯でした。美味しかったですね。これが、僕めっちゃこれ口つけたけど、モカラ飲んでる。めっちゃこれ口つけた、あのベロベロ舐めたモカが一生懸命話した時。